ロシア・ウクライナ戦争は予期せぬ展開とロシアの指導者ヴラジーミル・プーチンにとっての重大な挑戦によって重大な岐路に立たされている。最近の出来事はロシア軍内部の根深い亀裂を明らかにし、紛争の力学を再構築しつつある脆弱性を露呈した。戦争の進展はロシア軍組織内部の一連の課題を明らかにした。プーチンが統制を取り戻し権威を主張するために言った厳しい措置は特に空軍将兵の間に動揺をもたらした。これらの意見の相違はウクライナからの S-400 防空システムの回収を含む一連の極めて重要な決定で頂点に達した。エフゲニー・プリゴージンによって画策されたロシアでのワグナーの手がかりの失敗はロシア軍の結束をさらに緊張させる連鎖を引き起こした。特筆すべきはワグナー軍がロストフを占領した際、ロシア軍は交戦を控え隊列内に手がかりの新派がいるのではないかという疑念を抱かせたことだ。プーチンはその後空軍に出動命令を出したがこれに従わなかったため溝が深まった。プーチンは S-400 防空システムの回収を決定し対立の焦点となった。しかし報道によればウクライナの情報機関による綿密な計画的作戦が S-400 システムとワグナー兵を輸送する列車を標的にした。爆発的な衝突によって列車は停止しその後の睨み合いに発展した。ウクライナが戦略的に線路を妨害した結果 S-400 システムは捕獲されワグナー兵は解放された。その後 S-400 システムが破壊される様子がビデオに収められネット上で拡散されたことで激しい論争に火がついた。この映像の信用を失墜させようとするロシアの試みに対しウクライナ当局は毅然とした態度で肯定し事態の深刻さを浮き彫りにした。この戦争を通じてプーチンは軍事的不備の疑惑から目をそらそうと躍起になっている。ロシアメディアの勝利の描写は国際社会の報道とは対照的で紛争を取り巻く複雑な物語を反映している。軍幹部に責任を転嫁するプーチンの戦略はロシア軍内の指導力関係の変化を浮き彫りにしている。ウクライナ軍の諜報活動はロシアの爆弾工場の摘発で頂点に達した。爆弾だけでなく禁止されている生物兵器の製造も暴露されたこの発見はロシアの軍事力に深刻な打撃を与えた。その後工場が破壊されたことで戦争犯罪の深刻な疑惑が持ち上がっている。プーチンが生物兵器の製造工場を利用していたことが明らかになり戦争は不吉な方向に向かった。この暴露はウクライナ軍と国際社会の双方に衝撃を与えた。すでに甚大な困難に直面していたロシア軍兵士たちは薬物に頼ることでさらなる負担を強いられすでに悲惨な状況を悪化させた。この厳しい現実に直面したウクライナ軍は断固とした行動をとった。生産施設を破壊し未使用の物資の隠し場所と危険な地雷原を残し今後の再占領の試みを阻止したのだ。ウクライナ軍はまた多数のロシア軍兵士が伝染病に感染したと主張した。おそらく生物兵器の使用に起因するこの地域の無線局とのスパイ通信の結果だと言われている。意外な展開となったが感染地域が孤立していたためロシア軍は撤退を要請せざるを得なくなりウクライナ軍に優勢を譲った。これはこの地域におけるプーチンの野心に大きな打撃を与えた。しかし撤退の余波は厳しいもので多くのロシア軍兵士が厳しい気候と物流の困難のために究極の犠牲を払った。傭兵が大半を占めるロシア軍の構成は紛争の極めて重要な要因となった。ウクライナの兵士たちは民族の一体感を原動力にこの状況に真っ向から立ち向かった。こうした傭兵への支払いが占領プロセスと関連していたことが明らかになりプーチンの戦略的決定の一端が明らかになった。バフムートは紛争の焦点として浮上した。ワグネル傭兵部隊のリーダーエフゲニー・プリゴジンがこの地域への攻撃を命じウクライナ軍との睨み合いに発展した。バフムートの戦略的重要性はその豊富な天然資源と相まって戦闘の激しさに拍車をかけた。プーチンの政策は自爆的な戦術を厭わず危機をさらに悪化させた。手薄になり後方支援に苦慮するロシア軍はウクライナ軍という強大な敵に直面している。ウクライナにおけるプーチンの野心的な目標は強固な抵抗に遭い
長期にわたる膠着状態に陥っている。紛争が続くにつれ、ロシアの決定的な勝利が遠のいていることが次第に明らかになっている。この戦争におけるウクライナの戦略計画は見事というほかない。ロシアの補給路を特定し寸断することが成功の礎となった。この計算された動きがロシア軍を窮地に追い込み、ウクライナ軍の腕前と綿密な計画を浮き彫りにしている。最も大きな格差の一つは重要な資源の確保にある。ウクライナ軍は弾薬と車両で優位を保っており、紛争で優位に立っている。この資源の差がロシアとの戦いを高度なレベルで可能にした。意外な展開として、プーチンはロシア海軍の大部分をアメリカ領海に停泊させることを決定した。優位性を主張するためのこの決定は見事に裏目に出て、米国の迅速かつ強硬な対応につながった。ウクライナ軍は気晴らしの決定的瞬間を利用し、バフムートでロシア軍の陣地を標的に大規模な攻撃を開始した。綿密に計画され実行されたこの作戦はロシアの軍事組織に深刻な打撃を与えた。バフムートでの成功はウクライナ軍の能力と決意が高まっていることを強調している。米国領海でのプーチンの野心的な動きも結果が伴わなかったわけではない。ロシア軍内部ではプーチンの決定に反対する声が勢いを増している。このような内部の不和は紛争の方向性に対するロシア国内の不安の高まりを反映している。さらにグローバルな舞台では多くの国がロシアを重要な国際問題とみなすようになっている。このような認識の変化はロシアに対する措置の増加につながり、ロシアをさらに孤立させる可能性がある。ウクライナ軍がロシアに対して戦略的利益を上げ続けているため、地政学的状況は激変している。最近の G7 会議はロシアの侵略に対抗する国際社会の決意を強化した。プーチンの闘争的な姿勢は彼が直面している圧力の高まりを反映している。和平を求めるプーチンはクリミア占領の正式な承認を求めている。しかしこの申し出は迅速な解決の可能性が低いことを強調している。ウクライナの軍事戦略は平和的手段を重視しており、世界的な注目を集めている。アナリストたちはウクライナ軍の勝利は目前に迫っており、その優位性は優れた戦術とロシア軍の財政的制約によるものだと主張している。ウクライナ軍によるロシアの車両やインフラの破壊は数十億の損害を与え、この地域のパワーバランスを崩している。ウクライナに対する国際的な支援は強化され、多くの国がロシアの侵略に対抗している。この統一戦線によってプーチンはロシアに対して意味のある制裁を実施することができなくなり、苦境をさらに悪化させている。ウクライナの勝利はロシアからの同様の挑戦に直面している他の国々を奮い立たせる可能性を秘めている。その分水嶺となったのがウクライナが長距離ミサイルを配備した黒海だ。この開発はイギリスとの協力と相まって、この地域におけるウクライナの優位性を確保することを目的としている。ウクライナ軍の周到な準備はロシアを油断させ、結果としてロシア海軍に決定的な打撃を与えた。プーチンはこの軍事的挫折への対応として防衛戦略を再構築した。国家警備隊を活用することでプーチンはロシア国内の秩序を維持し、反対意見を鎮めようとした。この動きは国内的には効果的だったが、ウクライナの前進に直面したロシア軍の脆弱性を浮き彫りにした。ウクライナが革新的な戦術を追求し続ければ、ロシアに対してさらに大きな成功を収める可能性が迫ってくる。クリミアの奪還は象徴的な勝利となり、プーチンの領土的利益をさらに損なうことになる。これは和平交渉への圧力の高まりと相まって、プーチンの政治舞台からの退場を早めるかもしれない。ウクライナ軍の戦略的な実力と国際的な支援は、ロシアとの紛争の力学を変化させている。決定的な一歩を踏み出すたびに、ウクライナは領土を取り戻すだけでなく、地域の勢力図を再構築することに近づいている。和平交渉の行方は依然として不透明だが、ウクライナ軍の回復力と決意は、この地域により安定した未来をもたらす希望を与えている。